糸崎奇妙です。発達障害の人はなぜ優秀なのかということを、このね、紙とあと消しゴムですね、ちっちゃい消しゴム、それと空き箱これを使ってね、説明しようと思うんですね。で、まあ、発達障害の人っていうのは僕はおしなべて優秀だと思うんですよね。でそれに対してその発達障害って一口に言ってもいろんな人がいて、で確かにその、まあ、優秀な人ね、社長さんになったりとか、その芸術で特殊な才能を発揮する人もいたりするけども、あとスポーツ選手とかね、でもみんながみんなそうじゃないですよっていう意見もあるんですけども、僕自身はそういうね、特殊な才能とか関係なしに発達障害というのはそれだけで、皆さん優秀なんじゃないのかなというふうにして思うんですね。でそれに対してなかなか理解が得られないというかね、説明も難しいんですけど、まあとりあえず自分なりの説明をねしてみようと、いうわけなんですよ。でね、この紙が出てきましたけども、あの常識的な世界っていうのはね、こういう二次元平面のね、紙のようなこういうね世界だと思うんですよね。で二次元平面ですからね、あの例外っていうのはね存在しないんですね。二次元平面の中では例外っていうのは三次元空間に存在するわけですよ。だからね、発達障害の人ってこういうね、あの消しゴムこの消しゴムみたいなもんでね、こう平面からねこうピュッとこう飛び出しちゃうね。これがねこう例外的な、発達障害の存在なんじゃないのかなと思うんですよね。でそうするとこう二次元平面的な、常識の世界が飛び出しちゃってますからね。だから認められないんですよね。私もだからその親に子供の頃、私の子供の頃は発達障害っていう言葉なかったですけども、でももうその忘れ物多いとか遅刻が多いとかね、そういうことでこういうこの常識の平面からどうしてもねピュッとこう飛び出しちゃうんですね。でそうするとまあ理解されないので、まあ、親からも先生からも厳しく叱られて、まあ、かなり辛い目に、いろいろあってきたんですけど、これがね発達障害という、人の立場なんですよ。でね、まあ実はその発達障害の人がこうやって、常識の平面からピュッと飛び出したとね、こういう存在だけだとこう優秀とは言えないんですよね。でね、一方ね、この常識的な平面から飛び出したこの立場ですね、この立場があくまでも重要なんですよ。この立場からこの常識的な平面というのをね、この眺めるわけですよね。これなんだろうっていうね、そういう視点がまず大切なんですよ。だから、いわゆる発達障害じゃない定型発達の人っていうのは、この平面に、あくまでもこの常識的平面に閉じ込められた人だと言えるんですよね。でまあその、嫌がおうでも発達障害っていうのはこの平面からこう飛び出しちゃった人とね、それがまず第一段階ですね。でその飛び出した立場からこの常識的な平面を眺めるという、そういう立場に、なるわけですよね。でここからねさらに、発展させて、このね自分をねこの箱のようなこの立体にまで高めると、これはね優秀な人だと、優秀な認識を持つ人、優秀なリテラシーを持つ人ということになるわけですよ。だから、平面に対してこう立体的な厚みがあるわけですよね。そして平面というのは裏と表しかないんですけども、まあこの場合は6面体ですね、6つ面があるわけですよね。まあ、これ例え話でやってるのでこの通りとは言えないですけれども、でも少なくとも多面的に考えることができたりとか、こう厚みのある考えができたりとかね、あとまあ中身があったりとかね、これちょっとなんかビニール袋あったりとかね、そうやってこの平面思考にはないこの厚みのある思考ができるとね、その可能性のある立場にあるのがまあ発達障害だと、言えるんじゃないのかなと思うんですよね。だから僕はそのツイッターで発達障害の方たくさんフォローしてますけども、やっぱりそういう人たちってね、こういうふうにして、
思考の厚みですね、認識の厚みですね。やっぱりね、自分はなんでこの常識的平面から飛び出しちゃったんだろうっていうふうにして悩み抜くんですよ。みんなかなり悩ん でそうするとね、こうやって厚みのある認識ですね、そして多面的な認識ですね、そして平面に対して立体的な認識ですね、こういうことがねできるようになってくるんじゃないのかなと思うんですよね。だからその意味で発達障害の人は皆優秀だというふうにして私には思えるんですよ。でこれはだから発達障害だけではなくて、例えば毒親に悩む人ですね、まあ、毒親に悩む人と発達障害って実は重なってるんですけども、私の経験で言うとね、まあ、僕自身もうちの両親というのは私にとっては毒親だったんですけども、それは両親は発達障害じゃないんですよ、ね、だから常識的平面の中の人たちなんですよ。でそうすると私はこうピュッとこう飛び出しちゃったような発達障害の存在なので、まあ、全然理解してくれないわけですよね。子供のことについて全然理解してくれないので、まあ、そういうことで、まあ、毒親になるわけですよね。でそうすると私の方はいろいろ悩んだ挙句こう自分を立体化させるしかないわけですよね。だからツイッターでも毒親に悩んでる人やっぱ最近ね多いんですよね。でツイッターがそういう悩みを抱える人たちの交流の場になって、でお互いねいろんな意見交換して考えを高め合ってね、そうするとねツイッターを介してこういう立体的な厚みのある多面的な人間も増えてるし、皆さん本当にねおしなべて優秀だなというふうにして思うんですね。でこういう思考とかその認識っていうのはその、アートの才能があるとかね、まあ、私一応アーティストですけども、スポーツ選手の才能があるとか経営者の才能があるとかそういうものとはね全然別なんですね。それはその人がどういう生き方をしていようと、まあ、生き方っていうのはその仕事ですよね。どういう仕事でどういう立場であろうと、こういうだからその平面に対して薄っぺらい平面ですね、常識に従ってる人、まあみんながみんなそうじゃないですけども、やっぱりその自分の常識に凝り固まってる人っていうのはこう平面的な考えをするわけですよね。つまりこういう立体的な例外を全然認められない人ですよね、そういう人っていうのは平面的な認識の世界に閉じ込められていると言えると思うんですよね。でそれに対してやっぱり立体的な思考、多面的な思考っていうのはその、飛び出したものっていうのをこう吸収できるわけですよね。だからパカッとこうやって入れることができるわけですよね。でこういうこう包容力ね、そういう他人のこう違うところを認めるとね、あとまあ異文化でもいいですけどね、外国でもいいですけどね、そういう常識の違う人たちと交わってもうろたえないと、ね、そういうね認識力、リテラシー、ね、懐の深さというものをね持ってんじゃないのかなと、いうわけですね、というお話をさせていただきましたけども、まあ、これで納得いただけるかどうかって分かんないですけどね、とりあえず自分の認識をお話ししてみました。以上ご視聴どうもありがとうございました。